ご視聴ありがとうございます。男子のショートプログラムで羽生選手の、キスクラでのコーチたちとのやりとりが、話題になっていますのでご紹介しますね。なんか今回のキスクラでの選手の表情が、いつもと得点発表の時との、リアクションに違和感があったので、きっと他の選手もみんな少し前に、分かっちゃっていたのではないでしょうか。それにしても羽生選手と二人のコーチ、本当に信頼関係の深い仲間っていう感じですね。せっかくなのでフリーの時に治ってると選手と、一緒に喜んだりできるので治っていてほしいですね。